8ステップをコーチの目線で説明したいと思います。まず右足の運び方ですね。常にインサイドアウトサイド、インサイドアウトサイド、常にボールが相手がどちらから飛び込んできてもどちらにもかわせるような場所に常にボールと足の置き場所を気にしましょう。次に左足ですね、軸足の方、左右足と同じ動きじゃありません。いろんな前にステップをしてみたり、左側に大きくステップをしてみたり、細かくステップをしてみたり、いろんなステップを左足の軸を持ってやってみましょう。はい、次両足ですね。今の右足と左足を組み合わせて常にボールが触れるのを意識しながら、いろんなステップ小さくしてみたり大きくしてみたり、斜め前に踏み込んでみたり、目の前のコーンが敵だと思って意識してトライしてやってみましょう。次は足のステップと合わせて上半身、腰、全身の使い方を意識してやってみましょう。そうですね、右足と左足をうまく使いながら足の動きと体の動きも合わせていけると、相手も引っかかりやすくなったり、相手の逆を取れたりしていきますね。